ルバトンは臨床で活躍される衛生士さんのリアルなお声をお伝えするコーナーです。本日は大阪市南森町にある市木歯科様にお邪魔しております。インタビュアーの道博です。よろしくお願いします。では皆さん簡単に自己紹介をお願いします。はい、歯科衛生士岩瀬美博です。臨床2年目です。同じく歯科衛生士の高田あかりです。臨床2年目です。ありがとうございます。先ほどは、同期の方とのコミュニケーションについて教えてもらいましたが、今回は先輩衛生士さんとのコミュニケーションで何かコツとかありますか？先輩衛生士さんはやっぱりここは人数が多い分、名前をちゃんと覚えることが大切だな最初に思ったんで、ここをちゃんと名前を覚えてるかどうかのテストとかもあるんですけど、フルネームで漢字とかも書かないといけなくて、まず名前をきちんと覚えることと、名前を読んで挨拶すること、必ずやっぱ挨拶は社会人になって一番大切やなと思いました。あとはなんか先輩衛生さんに何か言われて自分と違う意見やったとしても、一度はもう受け入れて、分かりましたとか受け入れて、それでもし自分と違った意見だったとしたら、一旦まず時間を置いて自分の中で考えてみてから、後で違う意見を提案するっていう形を取った方がより良いコミュニケーションを取れるなっていうのはすごく思いました。岩瀬さんはすごい顔に出やすいタイプなんで、はい、何か困ったこととかあると結構あ、今困ってるんだとか分かりやすいんで、そうなんですね。その時に同期がやっぱなんか先が分からんかったとか聞いてあげてサポートするのとか、逆に分かりやすい方がでもそっちもサポートしやすいから、そのような性格やなと思いました。難しい。でも高田さんはほんまにポーカーフェイスすぎて、なんかちょっと難しい話とか聞いてる時もほんまつまし顔でちょっと聞いてて、なんかめっちゃ分かるやんすごいとか思って、後であれどうやったんって聞いたら、なんか全然分かれへんみたいな感じで言ってくるから、ほんまにもう女優すぎてびっくりします。でもまあそうやって助け合って、頑張ってはるってことですもんね。はい、はい、じゃあ先輩に何か言われた時に自分と意見が違ったら顔に出ちゃいます？はい、初めの頃はやっぱり出ちゃってることとかもいろいろあったんですけど、今ははいっていうのが口癖にもなって受け入れることもできてるので、まずは受け入れることがとても大切だと思います。素晴らしい。先ほどは、先輩衛生士さんとのコミュニケーションについて教えていただいたんですけど、次は先生とのコミュニケーションのコツについて教えてください。ここの歯科医さんは何人先生いらっしゃいますか？6人いらっしゃいます。男女比ってどんな感じですか？男の先生が4人で女の先生が2人いらっしゃいます。結構人数多いと思うんですけど、はい、先生とのコミュニケーションとする時のコツありますか？難しいような距離感っていうのが難しいんですけど、やっぱり治療のことを聞いたら結構教えてくれるんで、初めはそういうことを、治療のことを聞いて少しずつ距離を縮めて言ってたような。そうやな。結構 iPad 一つの質問に対して絵描いてくれたりとか、 iPad までちょっと使って教えてくれたりとか、優しい先生がいっぱいおったから安心したよな。やっぱ治療のことで最初変わっていった方が先生にとっても、でも自分にとっても一番接しやすい男性の先生とかだと思うので、治療のこと聞くタイミングも最初多分すごい難しいと思うんですけど、でもそのタイミング治療終わったすぐであったり、ちょっと先生がパソコン触ってる間であったりを見計らって聞くと、多分先生も喜んで教えてくださると思うんで、なんで最初はやっぱり治療のことについて教えてもらって、で徐々にちょっとずつ距離深めていければいいかなって。難しいんですけど、でもやっぱ治療の方が一番かなって思います。
複数の先生がいると結構使う機材とか、やっぱりそれぞれ違うと思うんですけど、そのあたり苦労することとかってあります？そうですね、初めて苦労したようなのが先生によって使う器具が全然違うので、覚えることがそれによって増えるから、でも先生も人数が多いからやっぱその分覚えることもたくさんあるし、先生の治療のスピードとかも全然違うよな。全然違うな。早い先生は早いですし、ゆっくりの先生はゆっくりなので、初めはすごい早い先生のアシストっていうのは結構大変でした。なるほど。他にも先生のコミュニケーションで困ったことありますか？マスクだからっていうのもあると思うんですけど、何言ってるかがあまり聞き取られへんかったりとかっていうか、あったような、うん、何か取ってきてほしいときに先生はその名前だけをボソッと言ってくださるんで、うん、それが最初とか治療流れがまだ覚えてないときとかは、特に何使うかとかどこに何があるかとかも分かってない状態だったんで、えみたいな、なんてって思うことが多くて、何回も聞き返したりとかもしてしまったこととかもあって、でもなんか分からなかったとしても、なんかもう一回お願いしますって元気に言ったら結構あの気持ちよく答えてくれるんで、うん、元気に答えるそういうか、また DV そのマナーの研修の時に教えてもらったみたいに、なんとかって言われた時に、はい、なんとかって言つなげて、もう一回言って、もし間違ってたら先生がもう一度言い直してくれるんで、もう一度お互い再確認してちゃんと物を取りに行けるみたいな感じを教わったんで、それ結構使えるやん。結構使える。それを意識してたらいいと思います、はい、では次は患者さんとのコミュニケーションについて教えてください。なんかコツとかあります？私は患者さんの名前を3回は言うっていうのを、育成塾の方で教わったことがあったので、最初に患者さんの名前読んだりとか、なんとかさん倒しますとか、結構3回は言うように心がけていることと、あとは1回の30分間そのクリーニング時間があるんですけど、その中で、プライベートな話を一つはするように心がけてます、うん、私も名前を言うとかプライベートの話をするっていうのはちょっと実践していて、あとはなんかカルテを見て誕生日がもし近かったりとかしたら、なんかもうすぐ誕生日なんですねとか、誕生日だったんですねっていう風に言うと、すごくなんか、あ、そうなんですって喜んでくださったりとか、びっくりしてくださる方とかもいらっしゃるので、まあ、そういうのとか結構コミュニケーション取る上で気をつけているところですかね。あと誕生日以外にプライベートの話ってどんなことをお話しされますか？私この間はよく来る、大体同じ時間帯ぐらいに来る患者さんとかは、結構いつもスーツで来る患者さんやなとか覚えてることがあるんで、たまに私服できたら、あ、今日お休みなんですかとか、この間はすぐ近くにあるちょっとパン屋さん の袋を持ってる方がいらっしゃったんで、そこのパンって美味しいですよねとかのお話とかは一人とか一番触れやすいかなって思います。なんか髪型とか変えたりとかした方とかも、なんか髪色変えたんですねとか切ったんですねっていうのを出すと、すごく喜んでくださったこともあるので、なんかその人に合った話を振って個別感っていうのを出したらすごく喜んでいただけます。距離も近くなると思います。はい、ありがとうございます。先ほど個別感の話あったと思うんですけど、具体的にはどういうことですか？はい、患者さんと喋るときに後ろから声かけることとかもあると思うんですけど、ここでは後ろからではなくて、患者さんの斜め前にグッと入ることによって、患者さんの表情を見ながら話して個別感っていうのを作ってます。最後になりたい衛生士さんの像と、まあ、これから衛生士になりたいと思ってる人や同じぐらいの臨床経験の人に何か共有したいこととかありますか？はい、私は今はまだ SRP というものができないので、まあ、担当制でさせてもらってるんですけど、
その SRP に行かないといけない患者さんとかはやっぱ先輩に見てもらって、あのその私から離れてしまうので、ちょっとあの定期検診に移るまでのところを見れないので、ちょっと悲しいところがあるので、なる年は多くて、これから SRP を少しずつ多分勉強教わると思うので、もう定期検診移るまでちゃんとその患者さんに寄り添えるようになりたいなって思ってるのと、あとはあのたまにこの外国人の方とかいらっしゃるんですけど、そこまで完璧に英語喋れるスタッフが今はいないので、なのでその英語にちょっと携われるように、自分がそういう立場に少しでもなれたらいいなって今は少し思ってます。私は最近リコールを見れるようになってきて、手相がある患者さん、例えば痛みとかしみますっていう患者さんにうまく対応できるかってやると、まず少し心配なところがあるので、やっぱりそういうのは自分の知識経験不足だと思うので、技術はもちろんなんですけど、やっぱ知識面っていうのも伸ばして、患者さんに安心してもらえるような説明とかっていうのをすごいできたらいいなと思ってるので、言葉の引き出しっていうのをこれから増やしていきたいなって思うのと、担当制なので私がいいですっていう患者さんを少しでも増やしたいな、ファンを作りたいなっていうのはすごく思います。私はすごく不器用なので、立ってこの細かな作業をするのにすごく不安だったんですけど、周りの方々の支えとか自分自身の努力次第ですごく成長できるものだと思うので、もし不器用な方とかがいらっしゃっても諦めずに、歯科衛生士は素敵な仕事なので頑張っていただきたいです。私は学生の頃実習とか結構あんまり実習の子もずっと働くんだと思うと結構大変だなと思うこと多かったんですけど、でも実際自分が資格持って歯科衛生士になったら、自分が患者さんとか見るうちに結構楽しいことも増えてくると思うので、歯科衛生士目指していただければいいかなと思います。頑張ってください。岩瀬さん、高田さん、本日はありがとうございました。この動画が衛生士さんを目指す方や、臨床に出て間もない衛生士さんのご参考になれば幸いです。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。またこの動画が良かったなと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。